東京都交通局12の600系電車は東京都交通局大江戸専用の通勤系電車。2012年2月23日から営業運転を開始した。東京都交通局の公式発表等での形式名は1万2全6 0役型と読む。東京都交通局は2010年2月に経営計画ステップアップ2010を策定した。 この策定に基づき、大江戸線において、プラットホーム上での事故防止を目的として、2013年6月までに各駅へ順次、ホームドアの設置を進めている。しかし、ホームドアの設置後は、駅停車時分が増加することから、ラッシュ時における混雑緩和を目的として、8両を編成2本の本形式を導入して、輸送力増強を図ることとなった。 当初計画では2011年度末に2編成とも導入する予定であったが、2編成目については、同年3月に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、機器メーカーで製造中の制御装置が破損し、改めて機器の再製造をしたため、約半年遅れで落成した。第61編成は2011年8月下旬に、 川崎重工業兵庫工場から根岸市まで公主輸送された。その後同月から9月にかけて搬入作業を行い、誘導障害試験や性能確認試運転、乗務員訓練を実施した後の2012年2月23日に営業運転を開始した。第62編成は同年3月に搬入され、5月より営業運転についている。 大江戸専用で使われる車両としては E5000 系電気機関車に続く2番目の川崎重工業製の車両である。車両は小型地下鉄規格のリニアモーター地下鉄であり、車体は大型押し出し型材を用いたオールアルミニウム合金製の無塗装車体としている。ただし、車両側面の客用ドアについてはアルミ製ではなくステンレス製とした。 本形式の基本的な機器や仕様などは12から000、計4次車をベースとしているが、4次車の製造終了から10年以上が経ち、製造中止となった部品もあることから一部で設計変更が行われている。2014年度からは、製造から20年以上が経過した12から000、計1.2次車の置き換え用として2次車が導入されている。二千十八年度からは、 輸送力増強及び12から000系三次車の置き換え用として三次車が導入されている。これら増備車は当初導入された一次車とは仕様が大きく変更されているため変更点については講述する。本形式の外観デザインはすでに12から000型が大江戸線のイメージともなっていることから同系列をベースとしたものとし乗務員の居住性向上のために前頭部は 傾斜をなくして直立化させた戦闘形状とした。大江戸線のホームは基本的に島式構造のため、運転台は進行方向右側配置とし、全面非常扉は進行方向左側にオフセットされている。車体に巻かれるラインカラーは大江戸線のマゼンタをアレンジしたぶどう主色といちご色、さらには 白色のカラーを加えることで、軽快なイメージを表現している。また、側面では、ホームドアの設置後も新型車両であることをアピールするため、側窓上部にも赤色のラインを追加している。12から00型では、車体側面の車両番号表記は、車体下部と窓横付近の2箇所に表記されていたが、本系列では窓横付近1箇所とした。乗務員室。 運転台配置は乗務員の取り扱いや視認性などを考慮して基本的に12から00型とほぼ同一としている大江戸線は基本的に島式ホーム構造のため運転台は右側配置としているマスコンハンドルは右手操作系ワンハンドル式を採用しているまたホームドア制御のためドアの開閉指令を地上側に伝える車上伝送装置を 運転大丈夫に設置している。車内の内板は白色系として明るさを感じさせるものとし、床式ものは経年劣化が目立たないよう濃い紫色とし、素材には火災発生時に有毒ガスの発生しないゴム材を採用した。一般席の座席モケットは12から000型と同様の朱色系のファインレッド色を採用し、 一人分の掛け幅は4 6 0ト、mm、ルを確保している。優先席部については青色の座席もケットを使用し一般席との区別を図っている。ドアガンの7人掛け座席にはスタンションポールを新設したほか座席端部には大型仕切り板を設置した。車両間の貫通扉は騒音防止のため各車両の端部に設置されている。本形式は バリアフリー設備も充実しており、客用、ドア出入口の床敷物は黄色として目立たせたほか、ドア上部には新たに、ドア開閉時に赤く点滅する、ドア開閉表示灯を新設した。車椅子スペースは4.5号車の車端部に設置している。車内案内表示器は12から00型と、同様の LED 文字表示方式で、客用、ドア上部に千鳥配置されている。 放送装置には自動放送装置を搭載するほか、車外案内用に車外放送機能を有する。空調装置はセミ集中式であるが、12から0 0型で混雑時の暑さが課題となったエアコンよりも容量増強を図った 17.44kW 出力品を各社に2台搭載している。制御装置は、 日立製作所製の2レベルイベット素子を使用した VVVF インバータ制御方式で1台のインバータユニットでリニアモーター2台を制御するインバータを2セット搭載している。主電動機は 120kW 出力の車上一時、片側式三小リニア誘導電動機が採用されており、各台車に1台を増加しており、全電動車となっている。補助電源装置は 冷房装置の能力向上に対応して、容量増強を図った129馬出力の東洋、電気製造性、静止系インバータを採用している。終電装置は、シングルアーム式パンタグラフを採用しており、折りたたみ高さは 160mm と小さい。各機器の車両情報を一括して管理する、列車情報制御装置を搭載するが、取扱い性を考慮して12から000系の、 光ファイバー電装から一般的なメタル線、電装方式を採用している。台車は自己操作機構を有するリニアモーター駆動方式の空気バネ台車で12から000型と同一品である。これは定期検査を施行するマゴメ車両研修場において台車のリンク整備を行っているためである。車輪径は 610mm、基礎ブレーキは一軸一ディスクの ディスクブレーキ方式である。保安装置については12から0 0型と同等の車内信号式自動列車運転装置及び自動列車運転装置を搭載している。ATO 装置は通常は運転手が行う駅の発車から停車までの一連の運転操作を行うものである。ATO 装置使用時には立行操作、ブレーキ操作とも31段の多段制御が行われ、 また同装置使用時の定位置停止精度は、前後50センチメートル以内と高い精度となっている。大江戸線開業以来使用してきた12から000、計1.2次車8両編成6本が老朽、取り替え時期を迎えたため、置き換え用車両として導入された。基本的には一次車をベースとしながら、お客様へのサービス向上、安全性能向上、バリアフリーの対応など、 人に優しい車両を設計コンセプトとしている。二次車は2014年度内に搬入され、2015年4月6日から営業運転を開始している。二次車は第63編成から第68編成が該当。全面デザインは一次車をベースとしながら、下部のスカートと連結機部の形状を変更することで、一次車とは異なるイメージとした。側面については、 ホームドア越しにも一目で新車と認識できるよう、側窓横の飛ぶクロブに、いちご色と、ぶどう主色のラインカラーフィルムを貼り付けている。車外の行き先表示器は、フルカラー LED を採用した。一時車導入時の大江戸線は、ホームドアの導入前であったが、二次車導入時には、全駅にホームドアの設置が完了したことから、連結間転落防止ホロの設置は省略された。 車内は化粧板の表面仕上げを光沢仕上げとして清潔感のあるものとし、袖仕切りについては形状は一時車と同様だが、袖仕切り表面には大江戸線からイメージされるカゴメの江戸小門柄を採用している。車内照明は蛍光灯から LED 照明に変更した。荷棚高さは一時車の 1745mm から 1700mm に低下させ、 使いやすさの向上を図っている。吊り革は1両につき16個増設されている。側窓ガラスは、一時車は厚さ5ト、mm、ルの強化ガラスであったが、二次車では、遮音性向上のため厚さ3ト、mm、ルの強化ガラス2枚による合わせガラス構造に変更した。客用ドアは、ドアガラスを一時車の単板ガラスから、複層ガラス構造へ変更し、 車音性の向上並びに安全性を向上させている。連結面貫通扉は、開閉機構を一次車の重力式から、二次車では水平式に変更したほか、扉のガラスは、側窓同様に、厚さ3ト、mm、ルの強化ガラス2枚による合わせガラス構造とした。車内案内表示機には19インチサイズで、ドア上の強小スペースに対応した。 三菱電気製の横長液晶表示器を採用した。ドア横の左側には1両につき6台の17インチ液晶表示器を設置しており、東京都や交通局の PR 動画等を提供している。乗務員室は一時車と基本的に同一仕様だが、車内案内表示装置に液晶式を採用したことにより、乗務員室背面の機器配置が変更された。 制御装置、主電動機、補助電源装置、台車などの主要機器は基本的に一時車と同一としている。2018年度からは大江戸線の混雑緩和と輸送力増強のため二次車をベースに主要機器の変更を行った三次車の導入を開始した。外観デザインは多様な人々を受け入れる人に優しい車両をコンセプトとした。三次車は 第69編成以降が該当。カラーリングは、戦闘車前頭部に、マゼンタ色を使用し、車体側面の飛ぶクロにも、マゼンタ色を配色することで、大江戸線のラインカラーを強調したデザインとした。前面の前小頭、微頭は下部に、コンビネーション化して配置することで、新しいイメージとした。客室内は1二次車と同じ白色系を基本と、しながら、つも面壁には、 アイボリー色を採用した。床式物は藤色からグレーの単色に変更した。座席は一人当たりの座席掛け幅を4 6 0ト、mm、ルから4 7 5ト、mm、ルへ拡大。このためにつま窓を廃止した。車内に開放感を持たせるため、袖仕切り、連結面貫通扉には強化ガラス入りを採用した。ほか、大江戸線の路線名からひしごうしという。 江戸小門柄を袖仕切りガラス、連結面間通扉、座席表地に配した。座席表地には辰村美術織物製のものが使用されている。乗客へのサービス向上のため、各車両に、車内 Wi-Fi 端末設備と空気清浄機を設置、セキュリティ対策として、各社4大防犯カメラを設置した。従来からの車椅子スペースに加えて、 それ以外の車両にベビーカーなどに配慮したフリースペースを設置し、二段式の手すりを設けている。このほか、車内放送用スピーカーの増設、空調ダクトの改良、大型化、釣りカーの増設などが行われている。冷房装置については変更ないが、客室の暖房装置は一年を通して使用する機会がないことから、準備工事のみとした。車内案内表示機については、 二次車から変更していない。乗務員室は速度計、圧力計、表示等類を配し、これらを液晶モニターに集約表示をするグラスコックピットを採用した。マスコンハンドルは小型ワンハンドル式から L 型ワンハンドル式に改良し操作性を向上させた。制御装置は小型軽量化を図った日立製作所製シックハイブリッドモジュール素子を使用した。 VVVF インバータ制御を採用した。主電動機、補助電源装置、台車などの主要機器は、基本的に1.2次車と同一としているが、空気圧縮機は、レシプロ式から潤滑油が不要な、オイルフリースクロール式に変更した。列車情報制御装置は、基幹装送路をメタル線電送方式から、高速電送機能を有する、イーサネットケーブルを採用した。 イーサネットを採用することで、車両間の伝送速度は 100Mbps へ大幅に向上した。イーサネットの大容量データ伝送機能を活かし、編成全体で一括した立行、回生ブレーキのトルク制御の実現、運転台へのメーター表示機能、故障時における記録機能を大幅に拡張した。また、ATI モニター画面から、個々のパンタグラフを上昇させる。 個別パンターゲー機能を追加した。判例2016年5月26日、既存車両の更新と旅客数増加に伴う増備計画に伴い2018年度から2020年度にかけて11編成の増備が発表されたが、2019年1月26日、2021年度まで1年度あたり4編成ずつの新造に変更されたことが明らかになった。 ありがとうございます。